いつもろプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2018年モデル、キャデラック CT6 プラチナムを紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロント複数箇所に飛び石、右フロント以外のドアエッジ、右リア以外のアルミホイルに傷、右リアドア、右リアフェンダーに線傷がございます。走行距離約2万5000キロと低走行、かつ外装面良好な状態を保っております。外装色はクリスタルホワイト、インテリアはベージュレザーが採用されております。2016年にデビューしたキャデラックの CT6 でございます。特徴的なヘッドライトデザインや数多くの快適装備が施されており、キャデラックらしい豪華な仕上がりの一台となっております。ヘッドライトに関しましては LED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きまして、エンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 3.6 リッター V 型6気筒の NA エンジンが搭載されており、最高出力は340馬力でございます。また足元に関しましては、純正の20インチアルミホイルが装備されており、足元からも迫力を感じる1台となっております。続きまして、リア紹介させていただきます。リアのテールライトに関しましても LED が採用されており、デザイン性に優れた1台です。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース広々と加工された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また目立った使用感もなく良好なコンディションでございます。続きまして、インテリア紹介させていただきます。インテリアにはベージュレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。またインテリアの各所にはウッド素材が使用されておりますので、インテリア上品な仕上がりの一台となっております。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては4本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールも装備されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましてはパナソニック製の SD ナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。バックギアに入れていただきますと360度カメラとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましてはツーリング、スポーツ、スノー、アイスモードが用意されております。フロント両席に関しましてはシートヒーター、ベンチレーター、またステアリングにはステアリングヒーターが装備されておりますので、一年中快適なドライブが可能です。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましては若干ではございますが、使用感がございます。また
広さに関しましては大人の方が足を伸ばせるスペースが確保できる1台となっております。後部座席にもシートヒーター、ベンチレーター、ボーズ製のスピーカー、リアエンターテインメントシステム、パノラマサンルーフが装備されておりますので、非常に快適性あふれる室内空間となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2018年モデルキャデラック CT6 プラチナムを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約25,000キロと低走行かつ内外装良好なコンディションを保った一台です。迫力あふれるエクステリアデザイン、数多くの快適装備によりどなたでも満足していただけるキャデラック CT6 でございます。こちらの車に関しましては340馬力を発揮するエンジンと8速のオートマチックシフトにより大きなボディではございますが高い走行性能を発揮する1台となっております。またインテリアに関しましては全席後席にシートヒーターやベンチレーター、ボーズ製のスピーカー、パノラマサンルーフが装備されておりますので、非常に快適性あふれる室内空間となっております。新車オーションに関しましてもたっぷりと残っております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。